はい、お客様です。久留米市のタイルです。本日はですね、うちが得意としている経済学部の受験の仕方ですね。はい、ということで、例として福岡大学のやつを引っ張ってきて、私立大学の経済学部の攻略法、国立大学にも少しは関係してくるとは思うんですけども、これですね、去年の動画でもやってると思いますから、今年は多分今回が初めてじゃないかな。はい、去年の動画で紹介してると思いますんで、去年の動画を見られた方は、あれのことかなってわかるかと思うんですけども、ちょっとですね、昨日上げた動画、前回上げた動画ですね。はい、1日前に上げた動画の内容で、ちょっとその福岡大学の経済学部の話もちらっとしましたんでですね、もうついでにちょっとやっとこうと思いましたので、攻略法ですね、経済学部の攻略法っていうのを知っておきましょうっていうことですね。はい、ということで、その内容をちょっとお話していきたいと思います。知っておけば怖くないです。もう知らないからひどいことになるんですよ。もう本当ですね、ちょっとかわいそうな話をちょっと上げていきたいと思います。はい、でですね、うちが、今もうほとんど定員間近になってきました。でですね、高校3年生の定員があと2人です。はい、あと2人になりました。4人あったんですけどね、1人キャンセルが出て、さらに1人高校3年生キャンセルが出て、4人、あったんですけども、空きがあったんですけど、昨日2人ぐらい、昨日おとついぐらいでちょっと2人ぐらいまたですね、来ました。高校3年生ですね、男子と女子と来て、で、男子と女子、違うか、2人とも男子か。で、それでちょっと残り4席だったのが残り2席になりましたので、一応ですね、高校3年生残り2人ですよということで、またそこからキャンセルとか出てきたらですね、またちょっと増えるかもしれませんが、とりあえず今高校3年生残り2人で、問題はですね、高校3年生以外、小学生、中学生、高1、高2生、あるいは浪人生、その高3生以外の学年の話なんですが、こっちの方がちょっと残り5人になっちゃいました。はい、残り5人です。ちょっとブログの方に間違えて残り7人というふうに挙げていたんですけれども、実はちょっとそれ以外に2人もう入会してる子がすでにいたんでですね、高1生と私立中学生かな、いたので、残り5人でした。はい、20人の定員の高1生、高2生、高卒浪人生、小学生、中学生の20人定員に対して、もう15人が、申し込んでます、すでにですね。はい、ということで、今日の内容をやっていきましょう。もうちょっと長々とそんなこと言ってる場合じゃない。はい、ということで、これですね。はい。こういうふうな感じでですね、同じ久留米高校の文系の生徒でした。選抜クラスの生徒じゃないと思います。なかったと思います、上の子はですね。で、上の子も下の子もですね、同じそういう久留米高校の生徒だったんですけれども、福岡大学の法学部と経済学部をそれぞれ一緒の全く同じセンター試験です。だからこれ何年前だったかな、4年前だったか5年前だったかの生徒なんですよ。はい、ということで受けたんですけれども、見てもらったら分かると思いますけどね、もう英語の点数で明らかに差があります。もう上の生徒はできる子だったんですよ。で、下の子はできない生徒でした。はい、ところがね、点数見てみると分かりますが、英語で151点も取ってるんですよ。で、この子はもう西南学院大学の経済学部を第一志望にしてましたから、西南学院大学向けに英語はしっかりやってたんですね。はい、で、下の子はもう本当にこれだと福岡大学全滅してしまうなっていうぐらいの成績だったんですよ。もう私が何回言ってもですね、数学ばっかり勉強していて、数学やってしまうと、こうやってもう他の教科ボロボロになっちゃうんですよね。で、数学も取れるかっていうと、この子を見てもらうと分かるように102点か、もう102点取りすぎなんですよ。もう九州大学の文系受かるような子でも90点台とかね、80点台になっちゃうのに、もうですね、100点超えちゃうって、もうこれやりすぎなんですよ、数学が。でも本人はその数学をなんかものすごいこだわりがあったみたいで、やっててですね、もうちょっと他の教科はボロボロなんですね、見てもらったら分かる通り。はい、社会とかに関してもそうだしですね、理科とかに関してもそうですし、国語とかに関してもそうですよな。はい、ということで、ちょっと、これですね、上の成績のいい生徒は福岡大学の経済学部落ちてます。で、下の成績の悪い生徒は福岡大学の経済学部に受かってます。そこをちょっと見てもらうと丸がついてますよね。福岡大学経済学部、経済学科前期丸ということですね。はい、ついてます。ということで、この子受かっちゃったんですよ。
で、上の優秀な生徒が落ちちゃったんですよ。なんでというふうに私も思ったんですね。はい。だからもう、これはもう結論からすると数学です。はい。ということで、上の生徒ですね。数学で、1A が30点とか 2B が35点です。こういう低い点数だとですね、決して低くはないですよ。よっぽどその9大とかでも狙わない限りはですね、案外熊本大学ぐらいでもこれくらいの数学の点数で通用するっていうのがあるんですが、この子の場合ですね、経済学部希望でしたから、熊大は経済学部ないからですね。はい。熊大はちょっと受けませんでしたが、まあ、熊大よりも下の大学、経済学部とかで受けるような形だとですね、まあ、こんくらいの点数でもいいんですけれども、はい。で、やっぱですね、これはですね、数学の点数が悪かったから、これで落とされてるわけですよ。で、福岡大学とかそういう私立大学に皆さん、そのセンター試験や共通テストですね、今度の共通テストとかの点数を出しちゃいます。出すともう見られちゃうんですよね、点数を。で、この子はもう数学できないから、経済学部にはダメだっていうことですね。はい。で、これに関しては、もう本当に20年前にですね、もう20年以上前なんですけども、明治大学の方から話聞いてですね、明治大学の方で4年間、学生の調査をしてきたら、英語、国語、数学で入った生徒は4年間ぐーっと経済学部で成績上がったけど、英語、国語、社会で入ってきた生徒は4年間ずーっと成績が下がっていったと。だからもう数学で受けた子じゃないと合格させませんよと。英語、国語、社会で受けた子はもう明治大学はもう経済学部合格させませんよっていうのはですね、こういう裏情報があるわけですよ。そういうの表に出ないんですよね、こういう情報は。だからまあまあそういう難関大学はそうだよねと。明星、立法、中、カンカン、同率とか受ける生徒はね、もう数学なんだよねっていうことで、まあ分かってましたから、去年か一昨年うちから慶応義塾大学の商学部に、まあ、受かっている子がいますね。久留米高校の生徒なんですけれども、久留米高校の生徒ですよ。まあ、そんな明善高校とか、布施高校みたいな特別優秀な学校の生徒じゃないんですよ。普通のその久留米高校の生徒で合格しているのは何でかっていうと、この子は私がずっと数学を教えて、数学で受験させました。経済学部だけじゃなくて、商学部もですね、数学が合否を決めるんですよ。だから数学でわざと合格、受験させるんですね。そうすると、そういう久留米高校くらいの生徒でも、慶応義塾大学に現役で合格してるんですよ。これがですね、面白いことに。はい、ということで、まあ、ちょっと話を戻しますけれども、さあ、そういうことでですね、上の生徒は当然福岡大学の法学部とかには受かりました。で、下の生徒は当然のようにこの成績だと福岡大学の法学部落ちてるわけですよね。見てもらったら分かる通り、まあ福岡大学の法学部、商学部も全部落ちてるわけですよ。ところが経済学部だけ受かってるんですよ。なんでかっていうと、数学100点超えちゃってるんですよね。だから数学めちゃめちゃできるから、福岡大学としては数学ができるっていうことで経済学部には向いてるっていうことで採用した、合格させてるんですよね。もう英語の点数とかもひどいわけですよ。115とかですね。はい、いいですか。だからこういう風な点数だともうちょっと福岡大学とか通用しないんですよ、当然のことながらね。はい、だけれどもその数学の点数が良かったから経済学部に特別合格させましょう。ところがですよ、上の生徒は経済学部で第一志望で、下の生徒は法学部が第一志望なんですよ。見てもらったら分かるように、西南の法学部、福岡大学の法学部、うん、ね、そういう感じで法学部の方が第一志望なのに経済学部に行っちゃってるわけですよね。はい、だからもう2人とも非常にその自分が行きたかった学部とは逆の学部に合格しちゃってるので、まあ本当に不本意ながらの大学受験にはなっちゃったんですけど、下の方の生徒はですね、こういうもう本当にもう絶望的な点数で、逆転合格で福岡大学に受かっちゃったもんだから、もう親御さんも感動されて、この子の妹さんがですね、明善高校通ってたんですけど、その子をうちに通わせたんですよ。でその子は鹿児島大学受かりましたけれども、もう本当ですね、なんていうか、いや別に私はこの時はですね、何も考えてなかったんですよ。明星、立法、中、カンカン、同率くらいはやっぱり数学で合否が決まるから、経済学部受けるときには数学気をつけようね、っていう話をしてたんですけど、もう今、西南とか福大とかそういうレベルまでこう下がってきてるっていうか、もうちょっと言いますと、久留米大学ですね。まあ、後で見せてもいいと思いますが、久留米大学に受かった生徒で、まあ、この子もですね、英語、国語、社会で落ちてるんですよ。で、私はずっと数学を教えてたんですね。経済学を受けるっちゅうから、久留米大学の経済学を受けるっちゅうんだから、まあ、数学できとかんといかんねっちゅうことで、数学を教えてて、数学で受験するんだぞっちゅうことを言ってたんですけど、数学で受験しなくて、英語国語社会で受けたら落ちたんですよ。それでしょうがないから、後期試験の方で、今度はちゃんと数学で受けるんだぞっちゅうので、英語国語社会で、英語国語数学で、久留米大学の後期試験を受けさせたら受かりました。
だからですね、もう本当に数学なんですよね。ずっと下のレベルの大学まで、もう経済学部は数学で合否を決めると、英語国語社会で受ける子はほとんど落としますよ、みたいなところがあるんですよね。はい。ということで、昨日ちょっと抜け道というか、福岡大学の経済学部とかね、の抜け道としてちょっと紹介したんですけれども、こういうふうにもうまともに数学の試験をですね、共通テストとかで受けちゃうと、経済学部は落とされますよと、点数低かったらね、数学の点数低いと落とされちゃいますよということで、一つには昨日ね、紹介したように、まあもう最初から福岡大学とか西南学院大学とか私立大学に絞ってるんだったら、もう数学はわざと受けないと。私立大学でしかもその経済学部っていうことであればね、もう数学は共通テスト受けないというふうにやってしまう方法が一つ。もう一つの方法としては、こういうふうな共通テストの点数ですね。まあセンター試験ですけどね、これは。共通テストの点数を絶対に大学側に出さないということです。私立大学に出さないと。あくまで国立大学を受験する上で使うだけっていうような形ですね。そういうふうにやってくださいねということですね。いいでしょうか。はい。そういうふうなやり方。まあ、やり方さえ分かっていれば怖くないです。いいですか。はい。ということで、そういうことをちょっとね、知っておいてください。はい。ということでですね、まあ、あくまでこれヒントです。こういうふうにやったら絶対合格するっていうわけじゃないですよ。言っときますけども。あくまでこういう傾向があるから、こういうふうな対策を取っていたらどうでしょうかっていうことですね。だからもう何も分からず、闇雲に大学受験するともう大ごとしますよ。西南とか福大とかですね。久留米大学とか。そういったところを受ける上で、ちゃんとこういうことを知っとった方がいいですよっていうことですね。そういうところを押さえておいてください。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。